指導力不足教員とは、児童、生徒に対する指導力が不足しているとされる日本の教員のことを言う。各都道府県、指定都市教育委員会ごとに定義され、認定される。研修措置教員などの故障を用いる教育委員会もある。指導力不足教員の定義は、都道府県ごとに様々である。小、中、高の教員については子供を指導し立派な大人に、 育成していくという課題が社会的要請として与えられており、それが教員の重責となっている。今後はその重責に耐えることのできる教員を教員採用試験で採用していくことが各教育委員会の課題である。また、現職教員に対しては指導力不足教員とならないように適切な研修を行っていく必要がある。なお、 指導力不足の可能性がある教員に対し指導力の回復及び現場復帰を図るための研修制度が教育公務員特例法において法制化され現在文部科学省の指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドラインに関する調査研究協力者会議により平成20年2月8日にガイドラインが発表されている指導力不足教員の認定は 各都道府県指定都市教育委員会ごとに判定委員会を構成して決定する。委員構成は教育委員会の職員と教育委員会が推薦する医師、弁護士などであり、都道府県によっては民間企業の役員や大学教授、校長等が入る。認定された教員については一定期門の研修を行った後、復帰や文言免職などを決定する。 メクスト GOJP2013 年4月8日、閲覧。平成16年度における、指導力不足教員認定者の状況文部、科学省2013年4月10日閲覧。メクスト GOJP2013 年4月10日、閲覧。指導力不足教員は450人、イコール2年連続で、減少2007年9月12日17時31分配信。 時事通信読売新聞2008年10月18日13番37ページ、教育ニュース2013年4月8日閲覧。ありがとうございます。